皆様お疲れ様でございます。いや今日も中日終わっちゃいました。あと2日頑張ればまた週末3連休がやってまいります。頑張りましょう。今日の疲れを取るために今日もハイボールいきます。今日はグレンの味を見たい、もうその一心で朝から頑張りました。では今日はジャパニーズグレンチーター、これも今値上げしてるんですよね。値上げ前に、ドラッグストアで毎日、まあ、ほぼ毎日じゃないですけど結構行くドラッグストアで見かけ1本だけ入ってたやつを買ったんですね。最近わりかしこう出回ってくるようになったんですけど、その時なかなか見かけないウイスキーではあったんですけどね。その時4400円で買ったチタです。グレン飲んでやるでは飲んでいこうと思います。よいしょ。もちろんハイボールです。こう最近バーボンというかグレンウイスキーも最初は苦手だったんですけど、なんかこうグレンの香りとかもう多少わかるようになったかな。多少またこれね、バーボンにはまったらまた飲みたいウイスキーがどんどん増えて、お金もどんどんなくなっちゃうんで怖いんですけど、まあ美味しいものは美味しいね。飲んでいきましょう。はいはいはい。今もう本当天気おかしいですね。雨がダーッと降ったりガーッと晴れたり、皆さん洗濯物大変ですよね。こうグレーンウイスキー泡が違いますよね、普通のウイスキーと。どういったのか泡がこう粗いというかポコポコが粗いというかそんな感じしてます。さてどうだ、グレンを味を分かるかな。ではいただくと思います。皆様今日もお疲れ様でございました。乾杯。美味しいぞこんなはずではなかった。うん、トウモロコシの味がします。甘みもこう甘いこうトウモロコシを食べた時の後の感じがしますね。あ、これガブ飲みいけるな、いける。はい、今日はデンアサリの味酒蒸しです。ちょっと小ぶりなアサリだな。手でいこうか。使ったやつなんか皆さんアサリの酒蒸し食べてて、たまにガリッと言ったらもうその酒蒸し食いたくなくなっちゃいますよねどうですか、
あ、全然大丈夫、今日は。美味しい。うまい。あー、酒蒸しと合うわ。うまっ。ああ、マジでうまいです。いやー、これちょっとあのバーボンにも、バーボンもちょっとぼちぼち手を出していきましょうかね。まあ何本かはあるんですけど、ちょっと山やパトロールしちゃう。まあでもバーボン好きな方はすごいバーボンにハマったりするので、お小遣いと相談です。はい。はい、では今日も疲れが取れました。では行きますよ。昨日も今日も明日もうまーし。